こんばんは。お、早速くまさんありがとうございます。めっちゃ早い、ありがとう。くまさんこんばんは。ちょっと遅れてすいません。めっちゃおはべに、うん、レインボーくまさん、これタワーのやつだ。ありがとう。テレビ書くね。くまさんちょっと暑くない？今日なんか今日暑い。なんかまださ、メイクがさ中途半端で、てかめっちゃ暑い。そうカラオケしようと思ってるけど、ちょっと待って。ヘルミンありがとう。ありがとうございます。スクショしたかな。そうでもちょっと待って、ちょっとさ暑すぎるから冷房つけてくる。ちょっと待ってて。オッケー、かわいい、ありがとうございます。フッピーさん、フッピーさん、くまさんありがとう。くまくまちゃんもくまさんありがとうございます。くまさん嬉しい。絵がうまい、初めて褒められた。そうこの服はそうだね、プラメでよく見る。なんか都内でもよく見るこの服着てる人。ゆきなちゃんこんばんは。デビュー周年おめでとう。お、ありがとうございます。そうたけさんもくまさんありがとう。そう公演デビュー1周年迎えました。ちょっと待ってね、テロップだけ書かせて。おめでとう、ありがとうございます。すごいみんなおめでとう、ありがとう。あ、おがちゃんもくまさんありがとう。くまさんおがちゃんありがとう。すごいめっちゃくまさんラッシュだ。ごめん一瞬止まっちゃった。
2年目も頑張ってね、どこまでもついていくよ。お、ありがとうございます、嬉しいです、頑張る。夏みかんさん、くまさんありがとう、くまさんありがとうございます。久々に充電、確かに最近さ、まあ、そんなに配信してないのもあるけど、充電切れることなくなった、成長こんばんは、成長やね、充電大事。ちゃんとね、なんか出かけるときは4回分充電貯められる充電パックで持って出かけます。かわいい、ありがとうございます。そう、4回分あるからね、余裕ですね。あと通信制限が全然来ない、来たことあんまりないこんばんは。そう、指でね、適当に、もう鏡も見てないからさ、ちょっとまつげは一応鏡見ないと。上がってないけどまあいいや。うん、来ないから頑張ろうね、頑張る、楽しみ。でも7月前半、そう、1回公演だよね、でも多いのは1回やるなら2回やりたいっていうのもあるけど、まあ平日なんでね。うん、4回分のバッテリー2個持って、やば、すごいね、めっちゃ使うんだね携帯メール読んだ、ついてくる、お、さくらちゃんありがとう、嬉しい。アイライン引くと変わるかな、花ありがとう、こんばんは、今日も可愛いです、ありがとうございます、ありがとうございます。ショールーム見ると電池減るの早いから、確かにね、早そう充電しながら見てね、みんな。たけさんこんばんは、パチャドラ当たったのよろしくです。お、28日かも、待ってます。近いうちにこっそり会いに行きます、パチャドラかな、待ってますね。目が大きくなっ、お、よかった、ちょっとね、目の大きさ大事だから大きくしとく。じゃあカラオケ配信します、ちょっと準備ができたので。ん、指なしで寄り目できる、マックス充電、お、よかった。ちょっと最後にピューラーだけさせて、なんか資生堂のピューラーが一番良かった、これはあんまり上がらない、もうなんか使いすぎて、このピューラーずっと使ってるんですよ。こんばんは、かわいい、ありがとうございます。そうそうそう、まつげ大事リコさんこんばんは、たくまさんこんばんは。ちょっと待って、カラオケモードにする。そう、この間1曲しか歌えなかったんですよね、
だから今日歌います。何歌おう、なんかでも結構全部歌った気がする、知ってる曲は。最近はなんかここにいたことのアルバムにハマってて、それをひたすら聴いてる。そう、原宿に AKB ショップがあった時に初めて AKB の CD 買ったのがここにいたことで、めっちゃ聴いてた当時。ね、懐かしいね。最近結構カラオケ行くんですよ、一人で。で、AKB めっちゃ歌う。何にしよっかな。じゃあ、どうしよう迷う。あ、これ好きあ、イヤホンつけてなかった。これ好き、めっちゃ。ハートありがとうございます。やっぱりマンゴーだったね。そう、マンゴーラッシー飲んだ。美味しかった、マジ。マンゴーとさ、ヨーグルトが合うよね、やっぱ。いただきます。一周年おめでとう。ありがとうございます。嬉しい。みんなに祝ってもらえて。ありがとう。ちょっと待ってね。ちょっとまた鼻息うるさかったらごめんなさい。そんな誰かがもしも君にいなくたって僕にとってはそう諦めがつくってことさ。今考えてみれば成功率が低すぎる。過去で生き物の君と僕じゃあまる。優しくなるよ君の欲しいやつの夢を見た。ああ君を好きになっちゃって、でも楽しかった。最後に言わせて泣きたいくらすぎる。めっちゃ幅広いよ。一番しかわかんないから一番だけね。ドゥイドゥイが歌えないからちょっとみんなに任せた。続いて、はい、何しよっかな。
ごめんね様、後で歌うね。どうしよう。鉄の入ってるっけ？入ってないね。フォローしました。お、ありがとうございます、嬉しも下級生もクラスメイトも目の色が違う、みんなが泣いてる、Yeah! 彼に夢中よ、首だけなのいいけど、この恋はいただき嘆き打ち落とせ空飛ぶハートを私の腕にタッチしたい、嘆きキスで打ち落とせ笑顔のイサイル、天使より正確に命中、練習してる、スタンドはファンクラブが大集合で、サークルするたび広い歓声、Yeah! 彼が最高、かっこよすぎる、どんな手を使ってもハッピーエンド、マシンガンでやられてる、愛しい自分が動けないまま
ハートありがとうございます。あ、知らない。金の愛か金の愛か、お前がなくした愛はどれだ。そんな美しい愛じゃなくて、信じてただけの一人よがり。神様がいるなら、あの人返してください。思い出のミラーをただ見つめるしかない。欲しいものなんてもう思い浮かばないよ。私にとって価値あるものは金じゃないんだ。この手の伸ばしても拾えないくらい、今深い底に沈んでいた幻。
てるてる坊主ありがとう。だるまもありがとうございます。最近ますます綺麗になってきた。ありがとうございます。嬉しい。よかったら
ショールームフォローお願いします。輝いたゴールまでいくつの坂があるの、頑張って登ってるけど夢は遠い、憧れのあの丘はここから見えているのに、狭く険しい道まだ続くよ、絶対に諦めない、そう誓ったの日、雨や風に打たれぬ愛は広がってゆく、愛知が生まれてスターを育つ、厳しい声に眠れない夜も、愛知が生まれて人気が上がる、愛の女とずっとそう思ってきた、ああ私のことを知ってるなら、傷つけば強くなれるのでしょう、逆風も力になると教えられた、初めから自信なんてなかった私の未来、弱音吐きながら立ち向かった、そのダイヤの原石は本当に光るのか、そうよ私もわからなくなる、愛知のおかげで自分を知った、見えない背中をでかく見てみるように、愛知のおかげでおごることなく耳傾けて、明日のために生かしたい、ああ私に、叩かれても無視されても見返すその日まで
ついてたわ。満員バスのドアの近く、偶然を装ってる彼に背中を向けてしまう。恥ずかしいね、わかんない。なんかありますか、リクエスト。リクエストありますか。考える人、考える人歌うね。はじめまして。お、富谷さんありがとうございます。ごめんね、様入ってなかったんだよね、さっき探したけど。なんだっけ、待って忘れちゃった。考える人だ。夢を語る詩人か、地獄を覗く者か、揺れている僕の役割。
こんばんは。アスファルトの熱で街はのぼせて、みんなスローモーション、君の自転車がゆっくり近づく。ワンピースの花が風に舞い上がって、キュンとさせるよ。僕たちは何かあるかな、好きなのに知り合って過ぎる。海へ行きたいって君が言い出すから、友達のままで海へ行って何をすればいい。僕は相変わらず視線合わせず、口が勝手に不思議すぎイカの話をしている。旅行バスが通り過ぎた瞬間、さりげなく君を頑張る。僕は不器用だよ、ただ君のそばで照らしてるだけだ。言葉にできやしない消極だよ、恋する季節がもどかしい感じで、じりじり熱いだけだ。好きだけど好きすぎた。これ以上近づけない。1周年おめありがとうございます。ツンデレ入ってないな。フォローしました、ありがとうございます。嬉しい。何でも聞いてよ、私のリクエスト。
のことを見守るようにそっとうなずいてくれる世間知らずの私を Yeah yeah Please I love you 許してあなた困らせて愛を確かめてるの